ははい皆さんこんこにちは村長です今日はスタジオ i o 1 6に新しくついた「トラックプリセット」という機能をご説明します。これは是非とも使わないとですねサムネイルには僕は10倍時短と書きましたけれども実は10倍どころではありません。あまり大げさに書くとという気持ちもあってずいぶんずいぶん控えめにしましたが かなり速くなりりくますそして今まではテンプレートというようなものを使っていましたけれどもテンプレートというもの自身も使わないでも十分速くなるという機能です最初に説明しますがトラックプリセットというのは トラックに設定した情報、例えばどんな EQ をどのようにかけたか、そしてコンプレッサーはどうしたか、そういうものからですね、今画面にはドラムの音源を入れてあります。ドラムの音源は初心者を卒業するとですね、パラアウトといってバスドラ、スネア、ハイハット、そういうのを別々にアウトプットしたりします。 その情報まで全部トラックプリセットに記憶できるそういう新機能ですですからこの機能は今までのスタジオワンの歴史の中でも最速と言ってもいいほど時短が測れる技術ですので是非ともスタジオワン6の人は使ってほしいですし購入を迷っていたような人もですねできればアップデートをして時短を測ってもらえたら そんな最終兵器的なスタジオワンシックスの機能ですでは内容を見ていきましょう内容を見ていくと言ってもさほど難しい話ではありません先に仕込んでおいてもいいのですがパラアウトということ自身を分かっていない方のためにもパラアウトのところから簡単に説明しますドラムのソフトでパラアウトをするというのは例えば e ージードラマーの場合でしたら、このミキサー画面のところですね、ここにアウト12というようなことが今は書かれています。全部のトラックがアウト12、いわゆるステレオアウトされるということなんですが、ここを変えていくことができます。例えば、バスドラはこのままでもいいでしょう。スネアを34に変えてみましょう。 次はハイハット,ですハイハットを56にしましょうタムは78これがたくさんありますので全部78にしてみますまだまだこのようにありますが これは太鼓別にこのようにしてアウトプットをどのチャンネルから出すかというのを設定しますちょっとこの後ろの方は割愛させていただきますこのようにしておきましてスタジオ1の場合はミキサーを出しますこのように出しますとここにインストゥルメントとして EasyDRAMA3 ーーというのが出ていますもし出ていない方はこの左側の 鍵盤アイコンをこうすると出てきたりします。パラアウトというのは、この今設定したどのチャンネルから出すかというのを展開することによって、これをアウトプット出力に展開できるようになります。このように出てきました。これをチェックを入れていきます。はい。これも 自分が設定した分だけこのように出してください。そうしまして、スネアが3、4でしたよね。ですから、この3、4がここに出力されることになります。ちょっとこれだけソロにしてみます。本来はここでドラム全部があるんですけれども、スネアだけの音が鳴るようになります。 はい、これで個別にボリュームも変えれますはいこのようにしましてここにイコライザーを入れていきましょう今日は純正のイコライザーを入れてみますここに「プロ EQ」というのがありますのでこれをこのトラックに入れてみます そうしまして、ちょっと音作りをやってみます。今日はこれが主目的ではありませんので、簡単にやってみますね。はい、もうちょっとハイを上げます。このようになりました。次はハイハット、これをちょっと見ていきましょう。 もちろん個別にパンを振ったりもできますはいパラアウトという作業はこのようにしていくわけです。ここにコンプレッサーを 入れてみましょう今度はサードパーティーのコンプレッサーそういうものを入れてみたいと思いますこのようにして皆さん音作りをしますよね。パラアウトをしていない人はちょっとこの部分も参考にしてください。 こうやってバラバラにドラムの音を分けれるということです。さて本題に入っていきます。このように色々設定しましたら次の日もしくは次の曲をやるときに新しいトラックを出したときにですねまたこのような設定を準備する必要があったりします。テンプレートにしておいてもいいわけですけれども テンプレートというのは一つのセットになっていますので今回はギターは使わないんだとかいうような時もありますよねバイオリンも入っていたけれどもそれも使わないというようなことが多々あっていらない時はミュートしたりトラックを消したりそういうことが必要になってきますでもこのトラックプリセットというのをうまく使えば もうそういういことからすて解消されますこのようにパラアウトを設定してあるものまで全部記憶してくれるということですもちろんこのイコライダーのパラメータここグーンと上がってますよねこういうのも全て記憶されます記憶のさせ方ここ重要ですのでしっかり覚えてくださいねそのトラックを右クリックします そうしまして、真ん中ちょっと下ぐらいにトラックプリセットを保存。これを選択します。そうしまして、ここで名前をつけて説明などを忘れないように記録しておいて、そしてホルダーを作っておく。これも重要かもわかりません。なぜなら、ドラムと言いましても、ポップス用のドラム、もしくはダンスミュージックのドラム、 全然違ってくるわけですから同じにやったらまたその変更をしないといけないのでせっかく作ったプリセットはホルダーに分けてそして管理しましょう例えばここで名前を付けておきますじゃあこれはロック用のプリセットだとしますロックという風に書いておきますそして EasyDRAMA3 ーーのプリセット ということになります。OK を押します。たったこれだけのことです。もし、これが新しい新規のファイルだったとします。ですから、これを一旦消します。見ていただいた通り、インストゥルメントもトラックも何もなくなりまして、これが通常新規で空で立ち上げた場合と全く同じです。その時に、今度はトラックを追加という風にします。 この時にインストゥルメントトラックを作りたいと思います。同時にトラックプリセットをロードという風にもできます。こうしましたら、先ほど作りましたロックというホルダーがちゃんとできていまして、その中を見ると Easy d r a m 3がちゃんとありますよね。この状態で OK をします。すると、はい、見てください。パラアウトの状態も 全部記憶されて、そしてイコライザーの状態ですね。これも同じようにミドルハイの部分がこのように再現されています。もちろんこちらのコンプレッサーもそうです。はい。さらにさらにフェイダーも上げ下げしてあった部分も記憶されていますし、そしてパンも記憶されています。お分かりいただけましたでしょうかとっても便利ですね。 このようにしてギターもしかり、弦楽器、管楽器、すべてにおいて自分が、あ、これはうまくいったなと思うようなトラックが出来上がりましたら、必ずそれをトラックプリセットに記憶させておくととっても便利です。他の解説者を悪く言うのではありませんが、スタジオ1の5から6、これってほとんど画面も変わりませんから、 6にはアップデートは必ずしなくてもいいよとか解説を聞いたことがありますが僕はこの機能だけでも十分にスタジオワンをシッを6にアップデートする意味があると思うんですねめちゃめちゃ早く作れると思いますよいつでもこうやってトラックプリセットをロードここからもダイレクトにできるわけです選びます OK、はいこのようにトラックが全部再現できるということですもう早いというようなものではありません是非とも使ってほしい今日はそんな思いで皆さんにご紹介しました「村長スタジオ」でしたありがとうございました